どこ行った？何してやがる。何してんのお前。え、パッ、どこ行った、どこ行った、何してんだこいつ。こっちでいた。え、何してんのこの人。どんどん人気のないとこに行くけど、え、俺から逃げてるとこかな。ああ、どこまで行くんだろう。戻った。どこにはまったりしねえかな。これちょっとどこだよこれ。もうなんか野党に襲われるんじゃないかこいつ。どこに向かってんだろう。スリで、いや、この状況じゃスリはできないよな。めんどくせえな。のしちまうか。あれ、パンチ出ない。パンチ出ない。できんのか、できんのか。逃げられた。なんかできそうな雰囲気あったな。なんだ、何取った、何取ったか全然わかんない。なんだ、どれが樋口、その樋口箱だか分かんない。いやできね。あ、これなの。おめえなんか物増えてねえかお前。一向に物がなくならないってどういうことなんだ。あ、今ので取ったのか。あ、俺もだから、いやーもう、やっとだ。いやもうこれ1時間半ぐらいやってるこれ。もうやだもうこれ。開けて選択しなきゃダメなのか。いや、その何回かやってるけど3もう全然覚えてない。はあ、つらい。今どこにいんの俺。すごいとこまで逃げたなあいつ。厳しいミッションだった。あー、またお金。その装備しよう、装備。どなた？え？一体な？え、何？いやー。なんで松明つかないの？え？ここにいるのは誰だ。何が、意味わかんない。
指一本動かすなよ。あ、はい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 。投稿しろ貴様の鬼さん。払うから盗みの瞬間を、はいはい、お前には参ったな。ほら金だ。法に従って罪を償う。お前が盗んだものを全部渡せ。え、取られた？60グロッシェンだけ取られたの？ああ、あるあるある、これはある。さよなら。俺なんか頭怪我してんな。なんでだ。いやー、厳しい。いや、どうしたらよかったんだろうね、このクエスト。あー、寝とるな。ここだ、もうここでちょっと時間、はい、あいつだ、遅いんだよ朝。あれ、仕事場にいるのか。まったく受けるんじゃなかったよ。もう織物商人の北地箱を持ってきた。最後に笑う者が勝者ってな。これが約束のブーツだ。これを履いて健やかに頑張ってくれ。俺は復讐に行かせてもらう。ではまたな。スリッパ、なんでそのスリッパってのがよ。え、思ったより高いな。快適な靴は、あ、まあいらんわな。さあ、まあでもこれでもろもろすっきりしたね。やっと俺の罪ももう許されたことだし、殺人の罪も持ってきましたよ。誰に渡すんだっけ。 C、 んお前か。はい、俺はカール。ここに修練者として入る予定だ。もう少し早く来る予定だったはずですが、護衛と一緒に来るのではなかったのですか。近頃はとても忙しいんです。人が急に増えましてね。はあ、はい、だから俺はここにいるだろう。あなた少し厚かましいですよ。あ、まあここの修道士がすぐに叩き直してくれると思いますが、まあいずれ分かりますね。読み書きはできますか。お、当然だ。そうじゃなきゃここには来ない。そうですか。ならば属性の誘惑を永久に断ち切り、聖ベネディクト修道会に入る準備はできていますか。うん、できる。ではあなたの世俗的な持ち物は全て処分しなさい。売るか、貧しい者たちに与えるか、修道院に寄付するのです。世俗的な品をここに持ち込むことはできませんよ。詰所に修道士のローブが入ったトランクがあります。持ち物をそこにしまって修道院に着替えるのです。私が副院長のところに行ってあなたの受け入れの準備をしている間は休んでいてもいいですよ。神のご加護。あ、はい、着替えろってこと。すべての持ち物、詰所ってどこ。あ、これが詰所だったのか。これが俺の部屋になるの。何も身につけてないと変な気分だ。慣れの影響がこんなに大きいとは思わなかったな。あ、評判下がらなかったか今。準備はいいですか。え、ついに修道会入りですね。これ着なきゃいけないんですか。そのうち慣れますよ。残りの人生はそれで過ごすのですから。なわけはねえだろ。え、うわー、
見たことある面がいたな。おお、貴様。え？何？イエス・キリストの兄弟たち、今日は新しい修練者を歓迎するために集まってもらいました。親愛なる兄弟、過去の人生は忘れ、聖ベネディクトの修道士としての新たな天命を受け入れなさい。はーい。オプスデイ、オビディエンティア、オププロブリア、神に仕え、服従し、いかなる困難にも耐え忍ぶのです。これらは全ての土台であるだけでなく、身を捧げる修道会への救済です。そしてめドミネ、なんで俺の前で歌うの？隣の奴の前で歌ってよ。Et non confondas me ab expectatione mea。 歌って。ああ、そしペメドミネセコンドエロクエムトムエドゥヴィヴィアン。お前一回聞いただけで覚えれるわけねえだろ。エッノンコンフォンダスメアベスペクタティオメア。新たな名前を受け取りなさい、修道士グレゴール、堂々と名乗るのです。グレゴール、兄弟。もうちょっといい名前ないの？よく頑張った修道士グレゴール。どうも。はあ、ようこそ兄弟。僕はアントニオス。君と同じ。アントニオス、この修道院を案内して回るよう指示されている。これから君が何をするのか、それから君の日々の務めについて教えるよ。パイオスを殺す。儀式の時助けてくれてありがとう。何をすればいいか全然分かってなかった。ラテン語を知らないんだろ。心配するな。写実で作業していればすぐに分かるようになるよ。君はなんでここに？自分で来たのかい？それとも誰かに来させられたのかい？なんだこれ。パイオスを見つけ出す、見つけ出す、見つけ出す、見つけ出す。どういうこと？この修道院に来れて夢が叶ったんだ。修道士であることはとてもとてもワクワクする。そんなこと言う人は初めてだよ。1ヶ月後に君が同じことを言ってるか興味が湧いてきた。あんたについて教えてくれないか。修練者だ。商売が下手でここに来た。本が好きで教育を受けたいと思ってる。ただ今のところ修道院生活はかなり予想外のものだったと言わざるを得ないね。なら行こう。よし。ただその前にこの手紙を渡しておくよ。副院長が明日からの日課を君宛に直接書いたものだ。ここの仕組みを知るためにも今晩必ず読んでおいてくれ。よし、じゃあ行こう。しっかりついてきてくれ。歩きながら全部説明するよ。はい。規律、この言葉を忘れるな。働くことと祈ることが君の義務だ。今君は神に仕えている。君の欲求のためではない。はい。ごきげんよう。
あんたに聞くべきじゃないかとふと思ったんだ。俺はロックピックを探してる。修道院でその助けになるような人を知らないか。ロックピック？兄弟、驚かさないでくれよ。罪深い男だね、君は。だがセラリウスに聞いてみるといい。彼はかつて泥棒だったらしい。セラリウス。修道院について知りたいことがあるんだ。この辺りを統括してるのは誰だ？実のところ俺たち修練者以外だな。だが公式にはペトル修道院長だ。じきに別の誰かになるが、まあ関係ないな。俺たちの生活はいつまでも労働と祈りだけだ。そうか。兄弟たちの間で仲間割れはあるか？ある。次の修道院長の選挙の話が出てからずっと慌ただしく騒ぎになってるな。お前が気づいていないのが不思議なほどだ。修道院長の選挙について教えてくれ。ペトル修道院長はお年を召されてる。あの方が亡くなれば兄弟の中から次の修道院長を選ばなくてはいけない。候補者はジョンとネブラス。俺の意見はと聞かれたらネブラスこそが絶対に適任だと答えるな。でも残念なことに俺の意見を聞くやつなんていない。修練者には発言権がないからな。ここでの生活を教えてほしい。働いて祈り、働いて祈り。お前も知ってるだろ。神に仕える、それが俺たちの生活の中核をなす真理だ。ここの修道士たちのそれぞれの役目は何だ？図書室を担当している人、庭の世話をしている人、皆を監督するのが修道院長だけど、不在の時は副院長だ。だが巡回者たちにはお前も気をつけた方がいい。俺たちに戒律を守らせているのはあいつらだ。かなり厳しいやつもいる。だから罰を受けたくなかったらいつも正しく行動して真面目に仕事をするんだな。あれ？これ聞いた？この辺りを統括してるのは誰だ？聞いたよ。実のところ、あ、次の修道院長ジョンとネブラスだ。でも他の奴らが刀剣みたいにそいつらのことで争ってる。争う必要なんてないんだけどな。そのジョンというやつ、そいつは誰だ？巡回者だ。ただただ不快なジジイだ。あいつを支持してるのは上長たち。あいつは勤めが長いほど利点が多くなるように現状維持を掲げているからな。ネブラスについて教えてほしい。ネブラスは修道院の資産を管理してる。この人はいわゆる首席司祭というやつだ。改革と純粋な信仰に立ち戻ることで修道院に再び威厳を取り戻そうとしてる。素晴らしい考えだ。ほとんどの修道士は反対しているがな。なぜ修練者は投票できない？俺たちは物事を決められるほど十分な経験がないんだと。心配するな。俺たちにも機会はある。なぜ誰が勝つかが大事なんだ？俺たちは若い。そして残りの人生ここで暮らすんだ。俺たちの生活を決めるのは修道院長。修道院長がどれだけの権力を持っているか考えたことないのか？ふむ。できるなら誰を修道院長に推薦する？投票権もないのになんでそんなことを考えなくちゃいけないんだ、グレゴール。他の人の用事に首を突っ込むなよ。そしたら夜はよく眠れるぞ。どこ行くの？ここは庭だ。黙想したり瞑想したり。ああ、前屋根の上から見た。数世紀前にこの修道院は最も名誉ある修道士聖プロコピウスによって建てられた。彼の遺体は修道院地下の洞窟にある。そしてその魂は夜になると回廊をさまよい、悪い修練者たちに罰を与えるんだ。だから気をつけろよ。ここは学習室と謝辞室、それに図書室も兼ねてる。ここで僕たちは作業するんだ。オラ・エッラボーダ、祈れ、そして働けだ、はい、修練者として修道士たちには絶対に従わなければならない。修道士の上には副院長、それから違反を罰する巡回者がいる。杖を持ってるから分かると思う。彼らの言うことは聞くんだよ。ここは食堂、食事を取る場所だ。食事中は死後厳禁。兄弟の一人が聖ベネディクトの戒律を大きな声で読み上げるんだ。
戒律は僕たちが従う唯一のルールだ。神から授かったものを除けばね。もし一つでもたらすぐに罰を受けるぞ。まあ巡回者についてはすでに話したと思うけど。ここは図書室、この修道院の誇り、知識の宝庫だ。ここでは本をただ読むだけじゃない、写本もするんだ。君もやり方を学ぶことになるよ。これで全部だ。今日はまだ勤めに参加しなくていい。でも明日からは皆と同じように働くんだ。何か必要だったら兄弟の誰かに聞いてくれ。喜んで協力するよ。それから他の修練者のことも知っておいた方がいい。僕のことはもう知ってるから、あとはシスキン、ヨドク、ルーカスだ。案内してくれてありがとう。ここには学ぶことがたくさんあるな。